どうしよう、しよ最高財務責任者になってから会社が赤字だよ。やろうね。僕がお前を降格させるために裏で動いてるからね。なんか言ったあしまった。なんでもないよ。こうなったら経営コンサルタントに依頼してウイ回復しないとどこかにワンコンサルタントいないかな。そうはさせないぞ。コンサルタントじゃなくてコンパニオンが来るようにしてやる。<laughs> どんな人が来るのかな厳しい人だったら怖いな。こんにちは。来たー。あれ想像と違うんだけど。で、君は前にうちで働いてた40歳のギャル トミザワッチやばい相変わらずトミザワッチの頭アマゾン入るんですけどアマゾンああフサフサってことだね早速だけど会社の立て直しお願いします久しぶりなのに仕事の話マジ変えるか変える？ゲロゲロまいっかそれじゃあ出張料300万と依頼料200万頂戴しますえ高でも会社のためいや私の地位のためだお願いしますオッケーいいぞいいぞ赤字が悪化する未来しか見えないぞ <laughs> あれ僕の席は私のもないんだけどまさか私たちをリストラすることがギャルの立て直し計画なんじゃ ふざけんなよ、僕ほど会社に貢献してる社員はいないぞそれはないけどてか君は社得を追い出されたホームレスじゃんとにかく説明してもらわないとオはスおい首にするなら退職金100億よこせ何でもするから首を撤回してよ何言ってんすか誰もリストラしてないしでもデスクもパソコンもないんだけどいらないじゃん決まった席もデスクトップもいるに決まってるでしょどうやって仕事しろっていうのさいいじゃん自由に好きな場所で働けばパソコンもネットとメールとオフィス使うくらいっしょタブレットで十分しょ確かに自由は大事そんなことないでしょ 富澤アタマジ頭固い他の部署で先に試したけど、うまくいったし、のびのび働けるおかげで、もう一億円の利益出したし。え、ほんとにでもギャルの私的にもアはアウト。だって自由にでしょいくも自由なんじゃ。あ、社長から今すぐ来いってメールが、もしかして赤字のことかなどうしよう怒られちゃう。大丈夫っしょ行けばわかるって。<laughs> 失礼します。で、社長室がリラクゼーションな感じいやあ、富沢くん、よく来てくれたね。社長、マジチルイしでしょ私チルイでしょあの、チルイとは ああ、チルチルミチルのことか。私も好きですよ。ド話の青い鳥。なんか超気まずいですけど。それより富沢くん。申し訳ございません。赤字の責任は私にありますが、これから挽回しますので、どうかお許しを。いいよ、気にしないで。え怒らないんですか怒るわけないでしょ。これからはまったりとくつろぎながら働くことにしたんだから。どこかお体の調子が悪いので。違うし、社長が怒ってばかりだと、社員が萎縮しちゃうじゃん。だから改善しただけだし。私もみんなもリラックスして働けるから、実力を発揮できるみたい。すでに1億円も利益出ちゃったよ。まじそれな。 お邪魔しますああ、リラックスできるわー。私は怒りはしないよ。でも警察を呼べるからね。なんでだよ自由でくつろいでいいんだろう <laughs> いい感じに立て直ししてくれてるけど、他にはどんな立て直しをしたの最後はここ、食堂ってレストランになってるし、やっぱ飯ョー、おいしいの食べて頑張ろうって感じじゃん。まじ普通の食堂とかありえないから、それもそうだけど、従業員がホストとキャバ嬢っぽいけど、だってその方がテンションぶち上げじゃん。会社に来るのも楽しくなるっしょうん、まあ気持ちはわかる。 ちな仕事頑張れば1日デート券プレゼントするってしたら1億円利益出たからそうなの？私も頑張っちゃおうかな。でさ、上司が頭悪くてさ。あの社員さん1日座ってるんですけどねえ。話聞いてよ。野良くん、もうアウトだから帰ろう。<laughs> 君、すごいね。社員の労働環境から労働意欲を高めて、結果3億も利益出したの。なんてだってギャルだからうん。そうね。ギャルだもんね。あ、そうそう。最初に500万払ったけど、追加報酬出しちゃう。プラス3000万くらい貰ってよいいよ。大したことしてないし。じゃあね。 かっこいい出したお金をしまうのは男の恥せっかくだから僕がもらってあげよう君はあのギャルを見習ってだから自由にのんびり楽しくでしょ君ってやつはなんなんだよあのギャルの能力の高さはギャルになれば昇進できるかな